こんにちは、磯松です。ということでですね、今日は皆さんにこの本をご紹介しようと思います。アル・クトゥルス人より地球人へという本です。これは CD もついてます、ね、トム・ケニオンさんの CD もついてる、まあ、お得な本ですけど、2400円プラス税金ということで、ナチュラルスピリットという会社から出てます、出版されてます。でですね、この本はこのちょっと読みにくいんですけど、アルクトゥルス人というのがいて、これは5次元存在、高次元ですね、存在なんですけど、まあ、ハトホルは4次元だったかな、わからない、ちょっとそれは今思ってた、まあ、だから結構上の方の次元ですね。だから結局何が特徴的かというと、時間というものの外側にいる人たちなんですよ。もう時間は関係ない、時間軸は関係ない人たちなんですよね。で、何かものを認識した時に、その過去と現在と未来を一発で見てしまうということなんですけど、まあ、これ辺に関してですね、地球人に対して、まあ、トレーニングのアドバイスをしてくれてるところがあるので、まあ、このアルクトゥールス人と交信をしようと、まあ、高次な高度なものを知識として自分が教えてもらおうと思った場合、まあ、交信する人があるんですよね、うん、その時にまず第一段階として、ここに書いてあることは、記憶、過去現在未来という記憶をですね、まずホログラム、まあ、記憶というのは人間もホログラム状態でこの脳に入ってるらしいんですけど、この本によると、まあそういうトレーニングをしてみましょうということなんですよね、うん、つまり過去現在未来、まあ今私喋ってるこれ現在ね、今ここにいる自分、この場所にいる自分、喋ってる自分ね、カメラの前で喋ってる自分、これ現在で、未来としては、まあこれをまあ家に、私が家へ帰った時にですね、編集ソフトを使って動画、一本動画にまとめてまた皆さんに見てもらうというのが、まあ、未来。過去というのは、ここへ来る前に私は顔を洗ったり髭剃ったりしてましたけど、過去ですよね、まあ、そういうことをですね、本当はワンパックで、ホログラフでその記憶するということですね。それをまずその研究しっていうか、練習しなさいよということなんですけど、で、具体的に言うとですね、まずその練習方法としては、今いる自分のところの前にあるものをまず記憶する、で、後ろにあるものを記憶する、から右にあるものを記憶する、左にあるものを記憶する、上にあるものを記憶する、下にあるものを記憶する、とことんその6方向をとことん記憶してですね、で、また目をつぶってそれを思い出してみるということです。うん、そういうまず練習をしなさい。それはステップ1でしょうということになっています。そうした時に何が起きるかというと、意識の変化が起きて、実はこの時、あなたは時系列に沿った直感的な、直線的な思考から多次元思考へと踏み出していますと。だから6方向を一発で全部思い出そうと、同時にね、多元的にすると、トランス状態が生じます。まあ、要するにトランス状態というのは、変性意識、変わるという字、本能寺の変になる、成功の性、変性意識というところにアクセスできて、まあ意識の、まあ、瞑想状態みたいな感じになるということですね。こうやってこの練習をコツコツ積み重ねると、まあ、意識が全く変化してきますよと。時系列に人間いつもとらわれてるから、こういうね、目が開かないということなんですよね。人間というのは目でいろんなものを見たり、耳でいろんなものを聞いたり、触覚触ったりとか、第五感まで匂いとかね、だけではなくて、実際第六感というのが個々人に奥の方にそれは秘めてね、
準備されているということを私は思ったことがあります。これ本にもそういうことこう書いてありますけど、その第六感を読んでくるためには編成意識に入る必要があるんですよ。普通の通常意識、例えば今喋ってるこういう意識ね、こういう意識では第六感が働かないんですよね。いつも左の音右の音でこの例えばビデオの撮影というものをどう処理しようかということの計画にのっとってやっているので、その第六感が働く場所が全然ないんですよね、うん、第六感というのは言葉もない場所からポーンと浮かび上がってくるので、はい、で第六感が使えるようになって初めてこの宇宙人、ね、この人たちと話ができるということなんですけど、まあまたステップ続くんですよ、2も3も4も。でまあとりあえず第一段階は前後左右上下を激しく記憶すると、記憶した後で瞬間的に目をつぶってですね、ポーンと全部全方向一個一個思い出すんじゃなくって、瞬間に全ての6方向をホログラフィックに思い出すということなんですね。ホログラフというのは100あるホログラフの中から1を切り出して持ってくると、そこがまた100またその同じ情報が入っているという、つまりそのどこを切っても同じ状態が入っているということですね。ホログラフの記憶、うん、で本当は人間はですね、全部ホログラフィックの記憶が全部残っているんだけど、まあ、それを引っ張り出すことができないと、まあ、なんか匂い嗅いだり音楽聞いたり場所のシチュエーションなんかで様々な情景を、若い時の情景とか子供の時の情景を思い出すことがあったりしますよね、皆さんも。そういう時はそのホログラフィックの情報が自分のところに入ってきている編成意識、まあ、座禅でいう瞑想状態みたいになっているという、そういうことなんですよね、うん、まあ高次元の方なんで、あまりその私たち3次元にいる人間のまあ手ほどきを親切でしてくれとるんですけど、ちょっとついていけない部分も実はあります。でもやはりこういうところにチャレンジしていかないと、やっぱり自分の霊的なものとかね、本能的なものとか、それからあとは第六感みたいなものを鍛えられないので、まあ、今幸い私時間があるのでそれやってみようかなと思って今、はい、コツ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 ね、まあ、ハトホルも随分いろんなワークとか技術とかテクニックとかトレーニングを教えてくれてるもんで、ハトホールの方もやりながらこれもやるという感じなんですけど、まあ自分に合った方法でいいと思いますけどね、うん、で今宇宙人の本を結構私読んでるんですよ。宇宙船に乗った人の本とか、あるいはちょっとこうパロディっぽいような宇宙船の操縦日記みたいなのとか、それからもう一つは銀河のね、こうヒッチハイクの方法なんていう文庫本があるんで、それを読んでますけど、そういう本に意外とそのなんていうかな、真実が込められてるんですよね。一見こうふざけ半分みたいな感じの本、こう笑いの本っていうかコメディチックな本、例えば「アミと宇宙人」の本とかね、ああいう本に意外と真実があります。あまり真面目に全力から投球してくる本は結構あんまりパッとしないことが多いんですけど、本当にああいうおとぎ話みたいにして語っている本の方が真実が詰まっていることが多いです。うん、まあ、口頭無形だなと思いながら読んでると、実はこれ違ったのということなんですよね。でやはり人間が見える、見てる、俺は見たと、家政婦は見たじゃないけど俺は見たと言ったところで、せいぜい可視光線の範囲、見れることができる周波数の範囲でしか見れないんで、狭いんです、すごく。これ可視光線っていうのは実はすごく広いんですよね。電磁波の世界というのはいろんな電磁波が飛び交ってるんで、例えば他の宇宙人から見ると、例えばそういうなんていうかな、そういう X 線に近い電磁波とか、あるいは非常に低い電磁波とか、赤外線のさらに外にあるところの振動の電磁波とか、
そういうのも見える目を持っている宙人もいると思いますし、聞く方も実は若者に聞けても年寄りには聞けないという周波数があるように、もっと広いんですよ。人間はこれからしか聞こえないんですけど、もっとすごく広いんですよね。そうするとですね、俗に言う天国の声が聞こえてくるとか、天から美しい音楽が聞こえてくるとかっていうような感じになっていくんじゃないかと思ってますけど、うん、私は対外離脱をしたことがあって、その時怖かったですけど、すごくその時にハッと思ったことは、なんていうかな、結局自分の上空に自分の中身がいるんだけど、この自分の中身は分かってるんですよね。この周りのことがこう今こういう状態になってて、今こうこうこう口ではあんまり言えないんですけど、その辺のところは何、全体が分かってるって感じ、そういうふうになりますよ。出てくと外側へ、体の外側へ、これがこのつながっているシルバーコード、肉体と自分のその魂プラスエーテル体、アストラル体がこうつながってる、本体がコードでつながってるんだけど、コードが切り離されてしまうと、死んだ時っていうことで体を置いて、でまた霊界の方へ行って、霊界の方の体に入るのかなだと思いますけどね、うん、私も宇宙人とは会いたいなと思って、一回も宇宙船も見たことないんですけど、なんかどうも選ばれるみたいで、偶然に会うってことはないみたいですよ。うん、今読んでる宇宙人関係の本を読んでると、宇宙人が大体この男の精神、この人の女の人の精神ね、状態から霊の向上の具合で、霊的な進歩の具合とか、これはしっかりと話ができる、あるいはこの人とコンタクトすればこの人は本を出版するとか、自分たちと波長が合うとかっていう人間を上から見てて気がついて、そこでチョイスして宇宙人って来るらしいので、宇宙人で願ったってなかなか来るもんじゃないらしいですよ。自分の波動を上げてないとなかなか来れない。宇宙人が問いかけてきてくれてるのに、すでにもう今ね、もう今私のところにも問いかけてきてるかもしれないけど、実際は宇宙人からの声が聞こえないんですよね。ただそう聞こえてもですね、悪魔的なもの、霊的に非常に波動の低いものが、私は神です、私は宇宙人です、私は何とかの仏ですとか言って成り代わって偽って出てくることも多いので、そういうのは要注意ですよね。それをしっかりと見極めることができるだけの実力がないとなかなか難しいです、そういう声を消える人っていうのは。初めのうち声聞こえてくるとびっくりしちゃって、で後から喜ぶんですよね、私もついにそこまで来たからって。でもそれがね、初めのうちはいいんだけど、そのうち変なこと言い出すんですよね。その低級霊の場合には、それで今キツネとかタヌキとか、まあそれようなもんですよ。そういう低級霊の場合には初めの1個2個2個は当てるんだけど、3回4回目ぐらいからだんだんだん変な方向へその人間を引っ張っていくって。ただ本人は神様だ仏様だと思ってるから、拝んで拝んでそういう通りでするんだけど、傍から見たらもうおかしいですよ、かなり。そういうこともしょっちゅう世の中あるので、まあ、むしろその方が多いかな。あるいはAI みたいなもの、霊的な世界にも AI ってあるんですよ、 AI、うん、本当機械的な存在とか、機械的にだ霊的な物質ってあるので、そういう宇宙人が作ったやつですよ。そういうのに見事に騙されて AI がその人間をですね、支配される方向に引っ張ってくるっていうのが結構あるので、そういうのも気をつけた方がいいと思います。はい、では皆さん、また次回でお会いしましょう。またこの本も良かったら読んでください。まあまあいい本です。はい。